うざい連絡って何時に帰ってくるのとか、なんで今日は遅いのとか、どこにいるのとか。こんにちは。不倫解決カウンセラーの川村です。はい。私はこれまでに、9年間で5500件以上もの不倫解決に特化したカウンセリングをやってきました。はい。ということで今日は不倫されても夫に愛される妻の特徴というのをね、8つですね。8つお届けしたいと思います。はい。というのが、不倫をね、されて、やっぱりまあ皆さん傷ついて私のところに来られるんですよ。で、どうやったら旦那さんと仲良くなりますかとか、どうやったら、不倫を解決できますかとか、また元通りの家族になりますかとか、よくよく私は言われます。でも、不倫されて、旦那さんにどんどん嫌われていく奥さんと、不倫されても、どんどん旦那さんが、奥さんのことを大切にしていく、まだ不倫解決が、最短距離でできる奥さんという二通りいるんですね。で、私もやっぱりこれまで、9年間でね、不倫に特化してね、その話をずっとご相談を受けてきたわけですから、ある一定の、川村データというのがあるんですね。で、その川村データの中で、やっぱりその不倫を早期に解決できる奥様とそうでない方がいらっしゃいます。で、その不倫されて旦那さんの愛がね、戻ってきやすい奥様の特徴っていうのがね、いくつかありましたので、今日はその中でも8つ、ちょっとお伝えしたいなと思います。でもね、今日8つお伝えしますけども、これが全てではないんですよね。多かったっていうだけであって、これにとらわれることなく参考までに、これを参考にして、私は旦那さんの愛を取り戻していけばいいんだなっていうことを思ってほしいなと思います。はい、ということで、まず一つ目なんですけども、一つ目はこれよく言われますよね。結婚してもやっぱり美意識を忘れないっていうことですね。美意識を忘れなくても、不倫する旦那さんは不倫をします。はい。ね、いくらそのいつもね、こうおしゃれな、下着を着ててもね、旦那様はその他のね、言ったらユニクロを履いて、ユニクロの下着が悪いとは言わないですよ。私ユニクロの下着も結構好きだったりしますから、ジーンズの時とか、私のことどうでもいいですね。私は高い上下セットのすごいレーシーな海外ブランドの下着、上下セットで5万も6万もするような下着をつけてるのに、不倫女は、ユニクロの、例えばブラトップとユニクロのデカパン履いてるとかね、そういう場合もあるんですよ、本当に。だからそれはそのユニクロのデカパンが好きってわけではないと思うんですよね。たまたまそういう風になった女性がユニクロのデカパンを履いてたっていう、ちょっとこれ変ですけども、とにかく私たちでもそもそも旦那さんっていうのはやっぱりそのユニクロデカパンを履いてる奥さんよりはやっぱり綺麗なレーシーな下着ね、ティーバッグとは言わないけども、ただちゃんとした下着を履いてるっていう女性の方がやっぱり男性としてはね、好きなんですよ。なんていうか、その AV の見過ぎですけどね、AV の女性ってね、ユニクロデカパン履いて、やめてとか言ってないわけじゃないですか。ちゃんとこう、レーシーなものを着てたりしますよね。だから、そのやっぱり男性の、その憧れというか、そういうこうね、最低限の身だしなみというのをやってほしいなと思います。だから、美意識っていうのは、何でも下着だけじゃないですよね。髪の毛もそう、メイクもそうだし、お洋服もそうだし、ネイルもそうだし、全てにおいて美意識っていうのは忘れないでほしいなと思います。で、二つ目がお料理が美味しい。これはね、もう絶対ですね。やっぱりちゃんとしたお料理を作ってる奥さんっていうのは、旦那さんは帰ってきますよね。これはずっと多分もう江戸時代、その前からも、多分その説っていうのは変わらないんじゃないかなと思います。お料理は、こまごま、何も品数がね、10品ないといけないとかじゃないんですよ。ちゃんと心を込めたお料理が一品でもあれば、それでいいと思うんですね。で、例えば私の川村家の味とかあるし、あとは、何々家の味とかあると思うんですけども、外食とか一流料亭にない味っていうののお料理が美味しい、家庭料理が美味しい奥さんになるっていうのが大事かなと思います。はい、次、三つ目が、感謝のコミュニケーションを忘れないっていうことですね。これ、感謝のコミュニケーションっていうのは、あえて、
感謝の言葉ではなくコミュニケーションって私は定義づけております。っていうのが、コミュニケーションっていうのは旦那様に、答えてもらって初めてコミュニケーションが生まれるんですね。もちろん最初旦那さんが不倫をしている時はコミュニケーション取りづらいとは思うんですよ。取りづらいと思うけども、一応このありがとうとか今日こんなことしてくれてありがとう、何とかしてくれてありがとうっていう言葉ってすごくいいと思うんですよね。何々してありがとうじゃなくて、してくれたというこの謙遜な言葉を使う、で感謝の言葉を使うっていうことは、旦那さんにとったらやっぱり自分をこうね持ち上げてくれてるっていうふうに感じやすいかなと思うんですね。うん、だからコミュニケーションですから、そこから、まあ、例えば言葉のキャッチボールするためには質問をした方がいいよとか、まあ、それはまたね会話術の話になってきますから、その感謝のコミュニケーションの会話術っていうのはね、まあ、私のオンラインクラブの中で、まあ、今月来月4月からあ今月からか、まあ、4月からかあの会話術の講座っていうのを毎月1回2時間徹底的にやりますので、もし興味があればねちょっとお話しとれます。オンラインクラブ、まあ、あの概要欄に貼っておきますので、まあ、不定期で募集していますけども、そちらで会話術っていうのをお伝えしております。はい、次4つ目はうざくない連絡をまめに取るっていうことです。これうざくないっていうのがコツなんですよ。うざい連絡をまめに取った旦那さんから嫌われますよね。うざくない連絡っていうのはどういうことかっていうと、そうですね、うざい連絡って何時に帰ってくるのとか、なんで今日は遅いのとか、どこにいるのとか、そういうことってやっぱうざいですよね。男の人って詮索されるの嫌がるので、じゃなくて、今日暑いけど大丈夫とか、そういうこう旦那さんを気遣ったメールっていうのはうざくないメールですよね。うざいメールっていうのは私を気遣ってって私都合で送るのメールが言ったらうざいメールですよね。でも旦那さん都合で旦那さんのことを考えた LINE とかメールを送るっていうのは、これはうざくないメールになるんですね。それをまめに取るっていうことが大事かなって思います。で、まあ、実際今まで不倫を解決してきたあの奥様の中で、やっぱりそういうこう旦那様のことを気遣ったメールをねたくさん送ってる方っていうのは、やっぱりこの不倫解決があの期間が短かったりするデータも私の中ではあります。はい、ということで5つ目は夫の健康を気遣う言葉をよく使うってことですね。さっきのうざくない連絡をまめに取るっていうことととリンクするんですけども、あの旦那さんがね、咳をしてましたと、そしたら大丈夫、なんか風邪ひいたのとか、なんかそういうこう健康を気遣う、なんか疲れてる顔をしてたら、例えばさりげなくね、うなぎを買ってきて、なんかあなた疲れてたからちょっとうなぎちょっと奮発しちゃったとかね、そういうこう旦那様の様子を見てお料理を作るって、これは私たち奥様の特権じゃないですかね。毎日見てるから旦那さんの様子を、まあ別居してる時はちょっとそれが難しいかもしれないけども、毎日旦那さんの様子を見てるわけですから、なんか今日朝ちょっとなんかしんどそうな顔してたなと思ったら、お夕食に消化のいいお料理で、まあ、あとあのビタミン E か D ですかね、あとちょっとあんま栄養のことでお母さんに、まあ、うなぎを出してあげたりとか、まあ、あとこう血をねたくさん作るようなあのこう、レバー系とかを出したりとかね、ニンニクを使ってみたりとか、そういうこう気遣うお料理もだし、なんか疲れてるみたいだけど大丈夫とか、そういう言葉遣い、言葉をかけてあげる奥さんっていうのは旦那さんがやっぱり喜びますので、まあこういう言葉もよく使ってた奥様がやっぱり早期解決やってたっていう私は印象にあります。はい、次6つ目はとにかく明るい、太陽のような奥さんっていうことですね。まあしょうがないんですよ、旦那さんの不倫が分かった時っていうのはどうしても私たち奥さんっていうのは落ち込みます。落ち込んでね、それでも明るい顔をしとけっていう話ではないんですよ。不倫されてね、まだ半年だいたい、まあ期間というのがありますから、不倫されて半年ぐらい経ってね、まだ心が傷ついていろんなフラッシュバックがあって苦しくてね、自分がご飯も食べれないのに明るい太陽のような奥さんにならないとダメでしょうっていうカウンセラーさんもいるんですけども、ちょっとまあ、はい、いるんですけども、でもそういうことじゃなくて、自分の心がちゃんとこう健康に保たれるようになってから、とにかく明るくなるなった奥さん、太陽のようないつも笑うコロコロ笑うような奥さんのところに旦那さんは帰ってきやすいみたいですね。
うん、これね、まあ勝手な話なんですよ。なんで不倫してる旦那さんのために、私たちがなんかニコニコしないといけないのとか、まあそう思う、そういう心が出てくるときは、そうやらなくてもいいんですよ、もちろん。それやってしまうと、まだ被害者になってしまいますからね。じゃなくて、その、まあ自分が笑えるようになったら、もう本当に太陽のように明るい奥さんになっておくっていうことが、これは旦那さんが早期解決、旦那さんの不倫を早期解決した特徴的な代表的な一つにもなります。はい、次7つ目は子供のような感性を持ってるっていう女性が多かったですね。うん、でこの子供のような感性を持ってるってどういう女性なのかっていうと、子供ってさ、あのちょっとしたことでもこう単純に驚いたりなんか言葉にするじゃないですか。例えばなんか美味しいお魚を買ってきて美味しかったら、いや美味しいとか、え、このお料理なんか失敗しちゃったとか、なんでもいいですよ。ちょっとしたことで感動したりとかね、笑ったりとか怒ったりとか、とにかく子供のような仕草であったりとか、笑顔であったりとか、いう顔の表情であったりとか、表情をコロコロ変えるっていうことも、これもやっぱり旦那様にとってね、飽きさせない、やっぱり可愛い女性になるのかなって私は思うんですね。実際、まあ私のクライアント様の中でも、オンラインクラブの中でも、まあ、心が回復してきて、だいぶ旦那さんにそういう笑顔であったりとか、いろんな楽しかったこととか、なんか変化あったこととかを伝えるようになったら、旦那さんのとの会話のコミュニケーションが増えていって、そこから不倫が解決したっていうケースもあるんですよね。やっぱり、旦那さんも不倫をしたっていうことを、まあ正当化するんですよ、最初はね。でも心の奥底では、不倫よりは家族を大切にしたいなって、不倫、相手の子供よりは、ね、不倫相手の子供がいた場合ね、子供よりは、やっぱり自分のね、自分に似た子供のは可愛いわけなんですよね。やっぱそういう罪悪感もあるから、そういうところに帰ってきたいんです、本当は。帰ってきたいけども、帰ってこれない雰囲気を醸し出してたら、旦那さんも帰ってきたくても帰ってこれないのが現状なんですよ。これはね、力を込めて言いたい。男の人は、そこまで器用ではないので、だから私たち奥さんっていうのは、やっぱり自分の心を最初に立て直して、笑顔をね、心の底から笑顔を出せるような、そんな状態になってから、夫婦の関係を取り戻していくってことが大事だなって思いました。なので7番目は、子供のような感性を持ってるっていう奥さん。だからそこに戻らないといけない。もともと私たち女性はそういう女性だ。そういうところがあるんですよ。男性と比べて子供のようになんかこう単純なことでね、例えば鉛筆転がっただけで大笑いしてたりとか、ただ単になんかこうご飯食べてて落とすだけで笑ったりとかするじゃないですか。男の人ってそういうのないですからね。うん、ない、多分ないと思うんですよね。うん、そういう見たことないですもんね。だからまあ私たちももともとそういうところを持ってるので、そこを取り戻していくことを、まあ最初に意識してほしいなと思います。で、最後、8つ目。これはすごい大事なことです。これは家族以外で夢中になれることがあるっていう奥様ですね。で、実際その家族以外で、夢中になれることを作った奥様、持ってる奥様っていうのは、旦那様との不倫解決の時間がね、短くなるっていう私のデータがあります。例えば、それまで何もなくても、社交ダンスを習いに行ったりとか、ヨガを習いに行ったりとか、何かこう、例えばポーラセーツどっちかな、よくわかんない。なんかこう、いろんな趣味をやったりとかすると、それでなんか心がね、となんかこう、だんだんこう、そっちばっかり、旦那さんの不倫ばっかりに、こうならないで、そっち側の、こっち側の楽しいって、こっち側のキラキラのエネルギーを出すことができるようになっていくんですよ。だから、家族以外で、子供以外ですよ。子供とか旦那さん以外で、自分だけの楽しみを持つっていうことが、これが、まあ、旦那さんからしたら、なんか、ちょっとこう楽になるんでしょうね。なんか不倫してる、自分の罪悪感を抱えてるけども、なんか奥さんが、笑顔のもとじゃないですか。その夢中になれることがあるっていうことがね。うん。だからもうそれで帰ってきやすいのかなと思います。なぜこの家族以外で夢中になれる趣味とか仕事であったりとかある、女性、奥さんのところに、お旦那さんが帰ってくる確率が高かったように思います。はい。なので、まあ、まとめると、まあ、不倫されて辛い時期っていうのは、その無理しなくて笑顔にならなくてもいいんだけども、一番大事なのは、旦那様の不倫に流されない自分作りが
結局旦那の不倫を早期解決する方向に向かう最短の方法だっていうことなんですね。まあこれいつも言うんだけども、旦那さんがね、このたくさんいる女性陣の中で私という人間を好きになって結婚してくれたんですよ。その時の私に戻るっていうことが一番の大事なことなんです。不倫を女を叩きのめすとか、弁護士雇うとか探偵使うとかいうよりは、まあ、不倫のステージにもよりますけども、いうよりはやっぱり一番旦那さんが愛してくれてた時の自分に戻るっていうことが大事だということを忘れないでいてほしいと思います。はい、ということで今日は、不倫されても旦那さんに愛される妻の特徴という8つをお伝えしました。ということで、ただいまですね、私の LINE 公式に登録してくださると、不倫された時に注意すべき15のことっていう、小冊子をプレゼントしております。概要欄に LINE 公式のリンク貼っておきますので、どうか登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは、また！